エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、えー、ノージル太郎さん、これ三連単かな三連単はい。いやすごいですね。はい。行きましょう。 これなんかいろいろと細かく書いてるんですけど、なんかうん。なんかね、あの <laughs>。まだこの、このセールス、なんかセールスレターのリンクが記載されてるんですけど、まだこのセールスレターのリンクを知ってるということは、まだなんか情報を見てるってなるみたいな <laughs>。いやー、なるほどね。まあこのセールスレターのドメインが、 XYZ っていう、まあ、なんか、微妙なドメインですよね。まあ、XYZ って多分一番安いドメインで、なんか多分これ3年後とか消えてますね、多分。ドメイン更新し、し、しないと思いますけどね、これ。多分まあ、多分、多分5年後とかこの、このリンク多分、このドメイン更新してないですね、多分。<laughs> なるほどね。まあ、あの、キャ、なんかそのイケイケのレターのリンクを送っていただいてるんですけど。あの、はい。まあ、ここからね、あの、ちょっと読み上げましょう。 あの以前の自分ならキャッシュマシーンに脳汁がワクワク止まらない感じな満載満載ですと、まあ、レターがね脳汁足れるようなレターで昔の僕だったらこういうレター見たら脳汁が止まらないとワクワクが止まらないと <laughs> そう。 でえー、ネタとして吉谷会にはキャッシュマシンを求めて吉谷さんのところにたどり着く人も少なくないと思ったので今回投稿しました現在僕もキャッシュマシンがあればつまらなくなるかもしれないし思考停止になるかもしれないけど人生安泰だなと思う心は正直あります1万,い1万人以上サポートしてきた吉谷さんから見て仮にキャッシュマシンを手に入れた人物その,先のその先は明るい未来なのかどうかという末路にどういう末路になるか と思います心理的な勉強と今後の参考させていただきたいと思います。なんかこれ同じようなのあったな。うん。なんかツールのやつでね。ツールでもなんかキャッシュバシュみたいなのかあったな。うん。まあ、ちょっとあの切り口を変えて。<laughs> もう脳重太郎のなんか質問テクニックが上がってますね。同じ、ほぼ同じ内容なんだけど、その後の、なんかこの前あったのが、 それが欲しいいかかどううっていう質問ですよねで今回はそのキャッシュマシンを手に入れた人物のその先の未来は明るいのかどうかっていう手を返しな迎え素晴らしい <laughs> なるほどねキャッシュマシンを手に,入手に入れたその後の人物の未来明るいのかどういう末路になるのかうん結論を知らねえって感じですねすいません 分かんねえよっていう, <laughs> う幸せになる人もいいんじゃないですかうん <laughs> だってまあ一応キャッシュマシンが手に入ってお金には困らないわけじゃないですかっていう過程ですよキャッシュマシンイコール一緒じゃキャッシュマシンの前提条件過程を一生お金に困らないという方にしておきましょうかキャッシュマシンそのキャッシュマシンを手に入れましたつまりそのキャッシュマシンがあることによって一生お金に困りません っていうものですよね。勝手にお金が生まれます。何もしなくてもお金が生まれます。うん。だからお金に苦労はなくなるので、うん、まあそれで明るい人もいるんじゃないですか。うん。だってお金に困ってません、ね、みんな。だから前澤社長が昔超面白いこと言ってて、あ、確かになっていうとこがあって、お金にみんな困ってるんだから、お金配ればええやん、みたいなね。もうシンプルー、みたいな。 確かにみたいなね。<laughs> 確かにみたいなね。<laughs> すごいな、その発想がシンプルで、その僕は痺れましたけどね。だ今後、その、この L の部屋に関しても、あの、僕が頑張れば頑張れば、頑張るほど還元してきますんで、はい。どんどん還元していきますんで。うん結構ね、その前澤社長のそのし、し、考え方も、実はこの L の部屋の、あれにも入ってますからね。あの、 普通、その質問だった親、質問とか悩みがお金になるってことはないわけじゃないですか。ねどうすかまあ、よく言いますけど、ハードオフに持ってっても、自分の質問とか悩みって買い取り不能ですよね。買い取り不能じゃないですか。うん。だけど、このエルの部屋では、あなたの悩み、質問を買い取りますよって、他のところでは買い取れないものを買い取ってお金に、まあ、ペイペイですけど、まあ、ペイペイは僕は、もうお金だと思ってるんで、そう。 だからまあ、前澤社長のエッセンスもちょっと入れてる分、マインドセットというかね、そういう考え方も入れてる分あります。うん。まあ、これはまあまあ、その人次第じゃないですかね、本当に。だって、みんなお金に困ってるわけですから。うん、ど、どうですかおか、お金さえあれば、どうのこうのってみんな思ってませんどうですかお金さえあれば、お金さえあれば、もっとお金があれば、って思ってませんみんなもって、思ってますよね。<laughs> うーんだから、そ、それはなくなるわけじゃないですか。もっとお金があればとか、お金があれば不安、不安がなくなるのになっていうところはなくなるわけじゃないですか。だから未来はもう見えてますよね。そこの不安はなくなりますって話です。で、見えてないところがあるとするならば、実際にお金に困らなくなった生活になった時なんですよ。 だ今の不安は消えます。その未来はもう見えてます。確定です。だってまあ、その前提条件として、そのキャッシュマシンがあなたに永遠にお金をともたらしてくれるわけですよね。何もしなくても。っていう前提条件ですよ。すいません。うん。だから今の悩み、もっとお金があれば、もっとお金があれば、どんなとこ、いろんなとこに行けるのにな、もっとお金があれば不安にな,ならないのにな、っていうところはもう消えます。はい。で、じゃあ消えたその後はわかんないですよね。それは確定です。 だけど、予測されるものですよ。予測されるものとするならば、お金には困りませんよ。何でも買えますよ。どこにでも行けますよ。だけど、心にポカンと穴が開く。うん、なんか満たされないうん、キャバクラに行っても満たされないいろんなとこに行っても、いろんなものを買っても満たされない まあ、その一瞬一瞬ですよね。一瞬一瞬の感情はちょっと満たされるんだけども、またそれを埋めるためにお金を使う。なんだけど満たされない。だけど、あの、また買う。また満たされない。っていうのが多分出るんじゃないかなっていうのは僕は予測できますけどね。うん。じゃなんか満たされないっていう。なんかお金あるんだけど幸せを感じれないってことですね。だからイメージで言うならば、僕はその、 サウナ理論とか読んだりとかしてるんですけど、なんかね、ご、あの、白、白結び、白いおむすび。白いおむすびなんですよ。そう、白いおむすびなんです。人っていうのは、その、例えば、うん、なんかみんな例えば、美味しいものを食べたいっていう欲があったりとかするじゃないですか。で、なんかミシュランの五つ星とか行って、ああ、これ美味しいね、とか食べたりするじゃないですか。でも僕は一番最強は、白いおむすびだと思ってるんですよ。 塩のね、塩のおむすびが最強だと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、要は状況なんですよね。例えば、毎日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 お金があります。毎日ミシュランの五つ星です。毎日ミシュランの五つ星です。毎日フレンチ料理です。毎日毎日です。じゃあ、例えばステーキが好き、ステーキを毎日食ってます。飽きますよ。多分飽きますね。 うん、多分飽きるんですよ、うんで。で、飽きるからもっともっとっていろんなものを探すんですよ。いろんなものを食べるんですよ。でも僕は本当に最強に美味しいと感じれるものって、僕は、僕はこう考えるんですけど、極限に3日とか4日ご飯食べず、で、水だけ。水だけで極限にするんですよ。体をね。 で、体を極限にして3日ともうお腹空いた腹減った、食いたいっていう、もう腹ペコペコです。もう腹ペコ、塩分はちょっと欲しい。まあ、その状況下で塩のおむすびを食うと多分ね、めちゃくちゃうまいと思います。めちゃくちゃうまい。だ要は状況なんですよね。要は人っていうのは慣れちゃうと、だから旅行とかもそうで、初めて行く場所っていうのは感動するんだけど、それを100回行ったらその感動って生まれづらいんですよ。 だと、例えば、まあ芸能人でよくその離婚とかもあるじゃないですか。なんであんなか、綺麗な人と離婚するのみたいな。いや、それは他者の話であって、その毎日その人と見てたら、そう感じづらくなるじゃないですか。うん、毎日ステーキ食ってたら朝、朝昼晩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 ステーキ食ってたら、もうステーキ嫌いになるかもしれないですよね。だから綺麗な人を見てたとしても、 あの、毎日それ見てたら、綺麗を、一番最初の付き合って手をつなぐ時も緊張するみたいな時は、なんか、その人を綺麗とか可愛い,いとか思えたかもしれないけれども、僕は綾野浩二君丸さんも好きなんですけど、あれから30年みたいなね。綾野綾二君丸さんのあれから30年のくだりがめっちゃ好きなんですけど。だ飽きるんですよ。やっぱ人ってのはそういうのはあるんですよ。うん景色もそうです。 うん、前確かにすげえ景色なんだけど、同じ景色をずっと見てると飽きてくるっていうところがあるので、ご飯とかも全部そうです。うん。だから、僕は究極の幸福、これアドラーも解いてるんですけど、究極の幸福ってどこにあるのかっていうと、僕はですよ、他者貢献、本当にまあ他者貢献にあるなと思うんですよね。他者に何か貢献するっていうのは僕は究極の幸福なのかなと思うんですね。 だから僕が今一番、その、ですかね、楽しい仕事っていうのは、一番楽しい仕事って何かっていうと、この L の部屋なんですよ。L の部屋で、このお便りをいただいて読み上げる。なおかつ、まあ、ね、買い取りもしてお、あの、少ないですけどお金も配って、なおかつコンテンツも提供する。で、こう、この何か貢献するっていう、これですよね。 そう、僕は、あの、ボランティアとか、その、なんかそういう活動はしてないですけども、まあ、一人一人に対してそういう活、活動はできるかなっていうところで、うん、他者に貢献するっていうのはね、僕はまあ、一番究極だと思いますね。うん、だ結局その自分を、何すかね、自分の幸せのビーカーって結局いっぱいになっちゃうんですよ。限界値があるんですよ。うん だけど、他者貢献って、その、何がいいかっていうと、吉谷さんありがとうございますとか、吉谷さんのおかげで人生変わりましたみたいな感じで、なんか他者の、他者に貢献することによって他者のビーカーを見れるんですよね。でも自分のエゴを満たすためだったら、自分のエゴの満たすビーカーって限界値があるんですよ。でも、その、いろんな、まあ、その、 いろんな幸せの色だったりとか、いろんな幸せのビーカーの色だったり、まあそれが物語でするんだったら、いろんな人の映画を見るっていうことですよね。その人たちの物語。貢献することによって、少しでもその人の人生に関わりを持って、その映画の中に自分が脇役なのか何かに入っていく。で、そこでなんか感じていく。それがなんか一番楽しいんじゃないかなと思うんですよ。 だから結局、富豪になった人たちって、まあこう、大富豪になった人たちあるあるだと思いますけど、なんか財団作ったりとかして、慈善活動し始めるじゃないですか。それって、多分、まあもう、もう全部、何でも手に入る、お金で買えるものはも全部買えちゃうので、うん、なんかそこから幸せを得るっていうのは難しくなってくるんですよね。だ今まではお金がないから自分のエゴを満たすっていう、そこの幸せを得られないから、 お金がもっとあればこんなの買えるのに買えるのにみたいになってなってるわけですよ。でもそれが全部お金で買えるようになってると一瞬で自分のエゴのビーカーなんか満杯にできるわけですよ。だから一瞬はビーカー満杯になります。でもちょっとまた水が乾いてきました。また自分のエゴをそのなんですか満たすためにお金使ってなんか手に入れます。またビーカー満杯になりましたってこれを繰り返すだけなんで。だからね、もうなんか 俺何のために生きてんのかなとか、なん、なんすかね、その、生きる目的というか、なんだろうな、生きがいというか、なんかそういうのが、なくなってくるんじゃないかなっていうのは予測できますね。うん。でもそ、それは人によると思うんで、いや、吉田さん、僕は自分のエゴで生きたいんで、自分が満たされればそれでいいですと。 買いたいものを買える。行きたいところに全部行く。なんだ。欲しいものを手に入れる。好きな時に寝る。もうそれだけで。もう自分のエゴが満たされれば、それが最高の人生ですっていう人もいるだろうから。うん。それは、うん、そういう人はいいと思うんですよ。ただ、その、その中でも分岐して、多分なんか満たされない。心が満たされない。っていうのが分かれると思いますね。でも僕が行き切って、僕がいろ見てきて、いろんな人見てきて、 で、僕自身もそうですけど、やっぱ最終的に貢献していくっていうのが、うん、なんか、うん、まあちつスピリチュアル的な話になっちゃう部分あるかもしれないですけど、その魂が震える、魂の目的ですよね。 DNA レベルで刻まれたその誰かのためにみたいなそういうなんかそういう精神というかそういうのが DNA で刻まれていなければ多分人類って生き残っていけないじゃないですかこれ動物の DNA とかでもあると思うんですけど前見たのがそのなんですかねよく多分見たことあると思うんですけどなんか犬が猫を育ててたりとかね猫が犬育てたりとかねまああるじゃないですか人種全然違う犬と猫違いますよね とか、あと、なんか違うパターンありますよね。いろんなパターン。でも、それってなんかその DNA で、なんか、同じ、例えば猿じゃないけど、猿じゃないんだけども、猫育てるとかね。だから、それはなんか、母性本能というか、なんか、この命を守ってあげたいみたいな、そのなんか、そういうのがあるわけじゃないですか、多分。それは人間にもあるはずなんですよ。うん。なんかその、そういう助け合いみたいなね。僕は吉田松陰のすごく好きな言葉で、 あのなぜ人は学ばなければいけないのかっていう問いで吉田松陰が説いてるのがあの人は思いやりとかねその優しさっていうのは本来持ってるんだけど大人になると忘れていくとでなぜ学ばないといけないのかっていうとそれらを僕たちは思い出さないといけないとで思い出すために学び続けないといけないんだよっていうのを説いててめちゃめちゃすげえなこの人と思ったんですけど。 なんか多分刻まれてると思うんですよね。ただ、世の中が便利になりました。お金で何でもか転換できますってなった時に、何すかね、その自分のエゴを満たしていくみたいなところが幸せっていう、なんかそういう価値観だったりとか、そういうのがやっぱ、まあ実際にね、なんかそのいいものを買ったりとか、いいとこ行ったりとかすると、なんか楽しかったりするじゃないですか。実際そういうのもあるので。だけどもう本当は魂レベルで、その、何すかね、 なんか面白いとかねワクワクしていくとかなんかそういうそれが分かりやすく言うと何かに貢献している自分のエゴを満たすだけではなくだ何かに貢献していくっていうのがまあ本来のあれなんじゃないかなとは思いますけどねうんそうまあ人それぞれですからねうんそういや僕はまあ生ききちょっと生き切ってる分はありますので やっぱ、まあ、貢献するっていう。も、もちろん自分の自由な生活も担保しますよ。そのためにやるべきこと、しっかり商品セールスしたりとか売り上げ上げるっていうのは、いや、最低限のやるべきことはやるんだけれども、それ以外の部分ですよね。うん、例えば、ね、僕のことを興味持ってもらってメルマガに登録してくれる。まあこの L の部屋っていうのはメルマガ読者さん限定の番組ですから、僕に興味持ってもらった人に少なくて、あの、まあ無、無メルマガって無料じゃないですか。別に登録してもお金かかんないですよね。でも、 無料だと言え、少なくても僕に興味持って回らなければ登録しないわけじゃないですか。だからその、その人たちに何かできることはないかっていうところですよね。うん。もちろんビジネス的な話もありますよ。関係性を構築して売っていくっていう一つの側面もあったりするんですけども、これを僕が毎日その投稿し続けられる理由っていうのは、もうこれ10年後も20年後も30年後も僕はこの L の部屋っていうのはずっとやろうと思ってるんですよね。 で、ずっと、とにかく毎日投稿する。ずっと常に毎日朝6時に投稿していく。ずっとです。多分これって、多分ね、お金だけが目的な人100%できないと思いますよ。100%です。お金だけが目的な人は、これ10年後、20年後、毎日朝6時投稿は絶対できないです。僕やりますんで。 で、なんでそれやれるのかっていうと、今から断言して言えるのかっていうと、まあ、すみません、交通事故になって、交通事故で死んだとかだったらすみません、別ですよ。病気にかかったとかだったらちょっと別ですけど、ちゃんと普通に生きてるんだったらずっとやりますんで。で、それなんでできるかっていうと、そこまで,で言ってるんですよ。本当の幸せっていうのはどこにあるのかっていうと、えっと、貢献していくことだっていうね。うん。それが、なんすかね、一番、 あの人間にとっての幸せ魂が喜ぶ幸せなんじゃないかなっていうところもなんかいろんな勉強して生き生きって自分を体験してきて思ったことなんでただこれはね自分が満たされてないとやっぱ難しかったりするんですようんだからまずはまあ自分が稼ぐ。 自分が理想のライフスタイル。僕なんかは当時18年前、その怪しいセールスレーター見てパソコン1台で自由な生活っていうのを憧れて、まあネットビジネス入ったわけなんですけど、もうその目的を達成しちゃってるんですよね、僕の場合は。もう別にどこでも仕事できるし、どこでも何でもできるわけですよ。で、形にもできるし、売り上げも作れるし。うん。正直、多分、レベル的にはですよ。多分、低くはないと思うんですよ。 だって、この少ない再生数でずっとやってるわけですから、僕は <laughs>。まあでも、やってることはそんな難しいことではないですけどね。でも、その、この少ない再生数でも売り上げを上げ続けられるための考え方もあるし、実行してるし。他の人は多分あんまりね、まあ僕の熟生さんとかコンサル生は別ですけども、僕から勉強してない人っていうのは多分無理だと思いますだから昔、ドリアカに興味持ってもらった人は言ってたんですけど、 なんですかあの僕は1,000リストありますとで1,000リストあるけどもあの最高50万しか稼いだことがないんですとで吉谷さんの熟成さんの中でなんか40リストで300万上げた人がいるって聞いたんですけど「本当ですか?」みたいな「そんな嘘のような本当の話あるんですか?」みたいなね <laughs> そうだこの前アドバンスで10リストで十リストで80何万かそう <laughs> まあ普通だったらもう考えられないですよね うん、うん、そうまあまあまあ、うん、ちょっと話を戻しますとこれは分からないですね分かることがあるとするならば今の不安だったりとか今のなんか願望っていうのはあの、まあ、消えるっていうことは間違いないですよね。でその後2曲,2曲に分かれるよと。エゴを満たし続けて幸せを感じれる人はそれでいいだろうしでもエゴを 自分の B ーエゴ、エゴのビカーを満たしてもう心にそのなんか埋まらないっていう人は、うん、不幸せでしょうね。うん、なんから何か見つけないといけない。でもそれが、まあ、一言で言うと他者貢献ですよね。うん。でもその他者貢献のなんか自分のなんかを見つけないと多分しんどいでしょうね。だって自分のビカー限界があるんで。 いくら買っても満たされないですよ。まあ、満たされる人もいるちいるのかな。うん。そう。うん。何すかねな、なんか簡単に手に入るものってつまんなくなるんですよ。だからドラクエで言うならば、だらマリオブラザーズとかもね、1の1で全クリみたいな。 わかります。1の1で全クリですよ。ドラクエも1時間で全あの、30分で全クリです。もう1面で全クリみたいな。最初のポスター押したら全クリみたいな。そのゲーム楽しいですかと。勝手にお金が入ってきて、何でも買えます。そのプロセスが全くないので、つ,つまんなくなるんですよ。例えば、なんかまあ、その結婚指輪とかもね、ドラマとかであると思うんですけど、頑張って、こう働いてね。 こう、頑張ってめちゃめちゃ働いて、あの人のためにって買った指輪があるとするじゃないですか。そこには物語、ストーリーがあって、そう、あの、なんかあるわけじゃない。ドラマがあるわけですよ。で、それでプレゼントするみたいな。でもそれがね、キャッシュマシンでね、なんか適当に入ってきたお金で、はい、どうぞ、みたいな。<laughs> まあ、同じものなんだけども、<laughs> そこに物語もないし、なんすかね、かなんかその、人生の、なんかスカスカ映画みたいな。 スカスカの映画っすよね <laughs>。そう。うん。そう。だからな、なんですかね。だから今ね、僕、あの、全自動洗濯機みんな使ってると思うんですよ。で、洗濯機にドラマってあんまなくないですかで昔って俵で、あの、やってたじゃないですか。 多分、昔の人って、まあ、これは、タワラでや、タワラみたいなところでゴシゴシやってた人だったらね、わかると思うんですけど、うん、まあ確かにそれめんどくさいっていう部分はあるけれども、例えば、あの、子供たちがね、子供たちがなんかすごい遊んでね、すげえ服を汚してきてね、わあ、これもうすごい大変だな、みたいな。 でもなんか子供の成長みたいとか、あ、こんなに元気よく遊んできたんだ、みたいなことの汚れを見な、汚れを見てね、汚れを見て、その一個一個その、なんかその感じながらね、選択してた部分もあると思うんですよ。まあめんどくさい部分も,もちろんあるんだけどもね。だけど、それボタン一個でね、はい、洗濯機にぶち込んで終わりっ、つったら、そうななんか物語ないじゃないですか。うーん。そう。 ただらなんか僕は便利になればなるほど多くのなんか大切なものを僕は失ってるんじゃないかなっていうのも思いますね。世の中がどんどん便利になればなるほどなんか大切なものを僕たちはなんか失っている。で、しかもその失っているっていうのも気づかない。気づかなくて失っている。これが厄介。そう。<laughs> 自然にナチュラルに気づかないっていう。そう。これが厄介なところかなと思うんですよね。 もはや失ってるっていうことすら気づいていない。うーん。これが結構僕は落とし穴かなと思いますけどね。うん。そう。なんかその、ね、松下幸之助さんとか、な結構偉人の人たちはね、感謝の気持ちを持ちなさいっていうこともよく言いますけども、お金に感謝も生まれないですよ、多分。 キャッシュマシュエンでなんか勝手に入ってきたらね、お金に対して1円の、1円に対してとか10円に対しての感謝とかね、なんかその物をか買う時のその提供してくれた人への感謝だったりとか、なんだろうな。なんもその感謝の気持ちも生まれないと思うんですよね。忘れていくというか、うん、お金払えばいいんでしょみたいな。お金あるよみたいな。うん。なんか、な、なんかまあそういう感じになってしまうのかなっていうのはちょっと感じますよね。 まあただね、人それぞれなんで、自分のエゴを一生満たして幸せだっていう人もいるだろうからね。うん。はい。まあその人次第でしょうね。はい。ということで、いただいた内容について回答させていただきました。ご視聴ありがとうございました。